はい、階段上がるか。痛い、足痛い。はい、はい、ここに古代所でございます。天童陵やからね、調査できるのでね、わかんねえけど、この山の上にね、八角墳と思われますけどね、あの上から横からずっと上がったことあんねんけどね、途中までしか上がらなかったよね。あの広さですからね。非常にありがたい。手すりをつけてくれましたからね。これない時はね、これこんな広かったかな。これなんか勘違いしないかな。これはもっと狭かったような感じするけどね。まあまあ昔の動画見てみましょう。ちょっとね、わしの感覚ではもっと狭かったような気がするんだけど、これともほぼ2メートルあるからね。こんな広がったんかな。右方向です。じゃないかと言われたんですよ。天皇団子。ああ、ここまぶしか。ベトベトになって、ちょうど雨上がりでやめたんやけど、そこから一回入らないかんないって、ね、ライトとか買ったんやけど、どうも一人ではね、なかった。天皇陵やからね。誰馬子さんにやられましたか。これまっすぐ上がったところがね、いやーこれ帰りまた足が上りなんとかならんかね、痛いな、ね、やっぱり。天童団子墳でございます。この狭さやからね、入り口が。わ、今回こんなやつ入れた。この前ベタベタやったもんな。ちょうど雨上がりやったからね。中物この人入るのかな。この人たち大丈夫だ。いやいやいや、こんにちは。入りはんのですか。いや、まあ先に入ってやるんで。まだ入ります。いや、どうぞ。いや、もう僕ら待ってますよ。え、僕ら待ってるんですよ。あれやつ入っていただいたら。いや、わし一回そこでこけてね、ほんとにドロドロになって。今一緒に入られたら案内しますから。はい、すんまへん。いや、行かせてもらいますね。これ帯乗っていいんかね。はい、どうぞ。お尻から行くよ。行きますから。会わないと下向きに。あ、でもこのままね、下向きに。あとは行かないように。
これはもっとあったりする。この辺まで吹いて落ちたのよ、これ。ここまで。ここまで来てドロドロなって変えたんや。もうちょっと頭下げて、渡るから。そこまで行ってもらう。あとはちょっとだいぶ、もうここは立てるんだよね。もうちょっとすれば。もうちょっと頑張りましょう。私のこの、岩杉が。いやあ、もう一度、もう一度、もう、ここはすごいですから、この辺に行って頭引きますか、はい、すんまへん、なんかちょっとね、灰の晴れに言って、言ってくれたから入って50メーターあるね、50メーター、あ、大好きです、はい、ほんでこれが、豊墳ですけどね、8メーター40ほどの高さが、これ豊墳なんですか、八角じゃなくて、で、もう一つ3号墳ってありますけど、ね、はいはい、あれは円墳ですね、ちょっと暮らしの見てみるか。まさか田中さんおらんやろうね。あら、まだ水少ないわ。まだこれ水位だいぶ低いね。からあの向こうに古墳群がねあるんやけど、あそこね、これだと言うな、お何やってやってんのかね、千何百年残しとすごいね。およそ700メートル先、右方向です。その先も。目的地付近です。ルート案内を終了します。来ないけどなんですね。ちょっと前に、ね、目の前に蔵が立ってますからね。この蔵は何でございますかね。幅がどれぐらいあるよ。40メートル前後で、ね、奥行きもね、6、70メートルぐらいあったかな。あの、前来た時回ってますからね。はい。はい、ありがとうございます。噴気の高さはね、全然ないんですよ。ほとんどね、なんか 1.5 メーターか2メーターか、そんなしかないんですよ。これ、宮内庁管理してるけどね、まあ、先ほど言った、
増えてんのに、とちょっと年代会えへんでしょうか。すまへん、年代はちょっと分からんけど、ちょっと合わないかもしれんな。あらららあ、綺麗にしてくれたね。何度か来てんだけどね、最初来た時はこんなもう本当にね、やぶなって、もうこの後ろもやぶやったけど、ほれ、中スキスキ見えてる、スキスキ色だよ、中見えてます、スキスキでね。幅が100、どれぐらいあるやろ、100メーターちょっとか。最初のやつはね、幅が少ない、あの幅が、幅短い、最初の頃のやつは幅がね、あんまないんですよ。ねえ、忍徳天道漁なんかで幅が400メートルあるんでしょうかな。100メートルかしないか、これ。で、噴気の長さは約280メートルぐらいですね。高さが30メートルぐらいあるのかな。これ日本最初の前方後円雲でございます。今一周くろうと車で回ったんだけどね、横はね、あら、新しい階段登ってみよう。よし、こんな階段が作ってくれたらいつかね。はい、こんなんでございます。いやー、そこ中入れんのか、入られんな。公園部がもう極端にほら、ずいぶん大きいやろな。お、これはまだ読めるぞ。ノベル石章、よし。やっぱ読まれんか。ちょっと読まれんな。まあ、万葉歌碑、ロマンラリー。おー、いいね、これ。ここから見ると。かなり大きいね、あの、公園部がね。あれ、ぐるっと回らせてくれたらいいんやけどね。これ30メートルの高さあんのかな。高さがちょっとイメージ的に30メートルな感じがしないんだけど。ほんまあるかね。